俺はやってない。誓ってやってねえ。事件とは何の関係もねえよ。やってねえ。じゃあ職務質問されてなぜ逃げた。言っただろう。保護観察官に報告し忘れてたんだよ。無所には戻りたくねえ。大回りを見たら反射的にどうかしてたんだよ。奴の証言を調べました。少なくとも3件はアリバイがあります。奴なら犯人にぴったりだったのに。チキショウ。アッシュです。わかりました。ショーン・マーズの母親が来ています。警部補と話したいそうです。数ヶ月前のことです。真夜中で雨が降っていました。午前3時ごろずぶ濡れになってイーサが帰ってきて、どこへ行っていたのか聞くと、彼は溺れるとか雨のこととか意味のわからないことを言って、彼の目つきがいつもと違って、まるで彼じゃないみたいで。関係ないかもしれません。でも次の日にニュースで新たな犠牲者が出たって聞いて、折り紙殺人鬼の息子を見つけて、お願いです。私はカーター・ブレイク警部補。こっちは FBI のノーマン・ジェイデン捜査官。情報によるとイーサン・マーズはあなたの患者らしいですが、彼について質問を。申し訳ないが、それはできません。何ですって？守秘義務の制約ですよ。いかなる状況でも患者について語ることはできない。俺の仕事はショーン・マーズを生きたまま見つけることだ。あんたの誓いなんてクソくらいなんだよ。殺人犯をかばうことになるんですよ。何か知っているなら我々に話してください。悪いが私は協力できない。どうぞお引き取りください。協力してもらわないと、先生自身のためにも。先生、子供の命がかかってるんです。知っていることを教えてください。脅迫ですか？助言しているだけですよ。従った方が身のためだ。ブレイク、もういいだろう。帰るぞ。警察を呼んであなたの振る舞いに対して苦情を申し立てます。先生、俺を怒らせるなよ。俺の興味あるのは子供を助けることだけだ。分かったらいい子にして質問に答えるんだな。じゃないと俺は本気で切れますよ。何してる。いい加減にしろ。黙れジェイデン。話してくれ。実は何か知ってる。あなたに話す気になるまで俺はここを動かん。さあ先生、楽な方と痛い方、好きな方を選べ。彼を殴る権利はない。俺は子供の命を救おうとしてるんだぞ。気に入らないなら失せろ。どうしたノーマン、おじけづいたか。お手で泳ぐのは嫌か。子供を助けたいんじゃないのかよ。俺だってあんたと同じようにショーン・マーズを助けたいが、そのためなら何をやってもいいというわけじゃない。こんな乱暴はやめるんだ、今すぐに。後悔するなよジェイデン。心配するな、俺は物覚えがいいんだ。イーサンは長男を亡くした時から心に問題を抱えている。息子の死に負い目を感じて、重い神経症みたいなものだ。溺死体のイメージに怯え続けているんだよ。数週間前、いつもの診察の後に床でこれを見つけた。彼のポケットから落ちたものだ。アッシュ、手の空いてる奴全員イーサン・マーズの捜索に当てろ。
24時間家を張り込ませろ。全ての機関に奴を探させるんだ。列車の駅、空港、バスのターミナルを見張れ。逃げられないようにこの町にいる警官総動員でイーサンを追うんだ。そうだ、イーサンマーズが折り紙殺人鬼だ。